始まりました。カヤック55 YouTube チャンネルです。この番組は千葉県船橋号店にあるカヤックショップカヤック55.com がお送りするカヤックフィッシングの番組です。カヤックに乗って釣りをするというかなりマニアックな内容になりますが、今やられてらっしゃる方、もしくはねカヤックフィッシング興味ある、これからやってみたいという方、もしよろしければ毎週、なるべく放送していきますので、チャンネル登録いただければ幸いです。今日はとりわけその中でもマニアックというか、かなり限定された方向けの内容になってしまうんですけれども、先々週まで、昨年末からずっと忍びプロ特集やってまいりました。長きにわたる動画見ていただいた方、本当にありがとうございます。でこの中で今日はバイキングカヤック忍びプロ、こちらのカヤックですね、バイキングカヤックの最新モデルになります。はい、こちらのバイキングカヤック忍びプロのコンソールのボックスのお話ですね。ここに現物があるんですけれども、こちら、まあ、忍びプロ最大の特徴はこの股の間の、ね、センターコンソールボックスが外れる。ざっくりとその魅力をまとめると、まあ、忍びプロのこのセンターコンソールボックス、かなり大きいですよね。これが股の間にあれば当然荷物がいっぱい入ります。デッキの上でね、荷物が散乱したりしない、これがまあ一つのメリット。大容量のボックスが股の間に来る。しかもそれが外れることによって魚群探知機、そしてここにね振動子くっついてます。振動子でこの中を開けるとバッテリーとタックルボックス、これ全部オールインワンで一つのボックスにまとめられるんですね。荷物がある程度ここにまとまっちゃう。そうすると釣り場についてカヤックを下ろして、あとはこの車からドン、そしてゴーで帰ってきたら着岸してこれを車にドン、あとはカヤックを上に積んだら帰れるみたいな。片付けとかもものすごく楽です。そしてもう一つ大きなメリットが、使う振動子を選ばない。ここに取り付けるのは自分で取り付けるという形になるので、大型の振動子もセンターバランスでこの箱に取り付けることができます。ごく一部のモデルを除いて高性能魚タの大きい振動子をスカッパーから引き上げるっていうのがなかなかできないカヤックが多いです。中にはできるカヤックもあります、がなかなかできないカヤックが多いと。大体そうするとステーで大型の振動子を落としていくことになるんですけど、そうするとやっぱそこに水流を受けて若干速度が落ちたり、そちら側にカヤックが曲がっていく力がかかったりということで、航行性能を若干スポイルしてしまうっていうデメリットがありました。この忍びプロはセンターに大型振動子をインストールできるんで、これ実験した結果ほとんど航行速度は落ちません。やっぱセンターバランスでつけられるというのは大きなメリットだと思います。で今回から2回にわたってこのボックスへの魚群探知機振動子の取り付け方っていうのをやっていきたいなと思います。もちろんもう忍びプロをお持ちでね、お使いになられている方はすでにご自身で魚探と振動子、ね、インストールして使われてるでしょうから、そんなの知ってるよっていう話になると思うんですけれども、これから忍びプロ買われる方とか、すでにご注文いただいて到着を待ってる方とか、まあこれから先、買おうかなと思ってるカヤックの中に、まあ、候補として忍びプロが入ってる方とか参考にしていただければなと思います。でまず今日は振動子の方いきたいなと思うんですね。振動子、忍びプロのボックスっていうのは最初の状態では、まあ、ただの平らなねボトムになっていて、振動子の取り付け方っていうのは各アングラーの創意工夫次第みたいな形で任されているような状態になります。逆に言えばどんな振動子も取り付けられるということになるんですね、創意工夫次第で。例えばですけど、オンデックスの乾電池式ボタン PS シリーズ、僕も忍びプロでは今はね他の魚群探知機をインストールしちゃってるんですけど、忍びプロ以外のカヤックに乗るときはもうほとんどホンデックスの PS611 を使ってるんですね。その PS シリーズの振動子っていうのはこれになるんですね。すごくコンパクトです。そしてこれ、ね、サイドビューとかないんで、これ水中にある必要もないってなると、一番リスクが低い取り付け方としてはこのボックス内貼り付け、インハルで貼り付けちゃう。こうすることによってボックスに穴を開けるような加工もいらないし、出艇着岸の時に振動子を引きずらないようにボックスを上げ下げする必要もいらないんで、かなりメリットはあると思うんですよ。 PS シリーズを使う人はまずはノーリスクなボックス内貼り付けっていうのを試してみていただいて、もしも感度とかに不満が出たら、その時初めて、まあ、穴を開けてこの
振動子を外側に出してみるっていうのを試してみていただくといいかなと思うんですね。乾電池式のホンテックス PS シリーズの振動子であればこの方法を取るのが、ね、僕は一つだと思うんですけれども、外付けバッテリー式のより高性能な、ね、魚群探知機っていう形になってくると、まあ、振動子にいろんな機能がついてるんですよね。例えば横方向を映す、ガーミンで言えばサイドビュー、ハミンバードで言えばサイドイメージ、横方向を映す機能なんかついている振動子だと体内に貼り付けちゃうと横方向が映んなくなるんですね、やっぱり水中に振動子が入ってないといけないっていうことで、やっぱり下に飛び出してつけるしかない、まあ、サイドビューがついてないとしても水温計がね搭載されているような振動子の場合は体内に貼り付けちゃうと体内計になっちゃうんですね、水温計が。やっぱり外出しでつけてあげて、でやっぱり加工が必要になってきます。で、今僕がつけてるこれハミンバード。ハミンバードはこれネジとかがないんですよね。なので、コードの穴開けて、ここの、これちょっと今ステーついちゃってますけど、このステーにつける、ね、あの取り付け部のところの出っ張りの穴を開けて、ここにね、僕は今棒を突っ張って吊る下げてるような状態なんですよ。で、シリコン工具で固めちゃうみたいなやつをやったり、まあ、結構工夫次第みたいなところがあるんですけど、やっぱり忍びプロのこのボックスに取り付ける魚探として一番ポピュラーなのが今ガーミンの魚群探知機だと思います。なので今回はガーミンの魚群探知機の振動子の取り付け方っていうのをやっていきたいなと思います。ガーミンの魚群探知機の振動子もいっぱい種類があるんですよね。今回はね GT20 っていう一番ちっちゃい振動子を取り付けてる模様をやってます。でこれの応用みたいな感じですよね。ネジの数が大きい振動子になると多いとか、まあ、それぐらいになってきますので、まあ、ちょっと見ていただこうと思います。VTR の方どうぞ。今日は忍びプロの取り外せるコンソールボックス、ここにガーミンの魚探を取り付けていきたいと思います。今回はこの GT20 という振動子を取り付けますが、例えばこれより大きい21とか、サイドビュー付きの振動子とかでも基本的には取り付け方は手順は一緒です。忍びプロはこのセンターコンソールボックス、取り外せるボックスの方に振動子を取り付けます。これによってセンターに振動子が置けるんで、サイドでステーで出すよりも水の抵抗が小さくて、手のポテンシャルを損なわないっていうメリットがあります。さらに言うと魚探と振動子とバッテリーと全てこのボックスに一体化することができます。今これ裏側なんですけど、振動子はこの裏面につけていきます。はい、ガーミンの GT20 振動子を見るとここにネジが 1,2,3,4,5 点ありますよね。まあ、これをここにつけてネジで止めるっていう作業になります。簡単に言うとその手順を今からやっていきましょう。使う工具はこれだけですね。プラスドライバー、マジック、まあ、レンチ、電動ドリル、定規、シリコンコーキング剤、これだけで取り付けができます。振動子にこういうステーで取り付けるときに使うプラスチックパーツがついてるんですね。これを利用してこの穴の位置出しをここで行います。これに、まあ、マーキング打ってそこに穴を開ければいいというわけですね。はい、急にまたここに戻ってきましたけれども、この穴の打ち出しをするときに気をつけなきゃいけないのが、サイドビュー付きの振動子の場合、振動子の前後間違えないようにしてください。逆に向きでつけると実際の画面で映ったサイドビューが右左逆になります。サイドビューなしの場合は正直前後関係ないです。僕実はケーブルの取り回し的に逆付けでつけたんですね。サイドビューなしの振動子、この動画では前後正しくついてます。サイドビュー付きの振動子の場合必ず前後間違えないように位置出ししてください。実際このパーツは使わないんですけど、穴開け位置を決めるためだけに今置いてます。まずは定規を使って位置出しですね。振動子がついて忍びプロのボックスって出廷時に引きずらないようにちょっとボックスを上げるんですけど、あんまり前につけてるとボックス上げても振動子引きずっちゃうんで、おおよそ僕の感覚だと15センチぐらい離した場所に振動子をつけてあげるといいかなと思います。はい、またここに戻ってきました。今の部分ちょっと意味が分かりにくかったかなと思いまして、忍びプロは
ボックスの下に振動子が出っ張った状態になってますんで、完全にボックスを入れた状態で砂浜引きずると振動子が削れちゃうんですよね。なので出堤時、着岸時は手前でちょっと上げて付属のストッパーで止める形になります。そうすると裏側見るとこんな感じで斜めに、ね、こう内側に入っていくような感じになります。これがあんまりボックスの先端の方に振動子がついていると振動子が出っ張っちゃうんですよね。やっぱりで少し内側に入れてあげると辛い位置より内側に入って引きずらなくなりますという意味合いでございました、ね、見栄え上中央につけたいんで左右も定規で測ってだいたいセンターになるように、であとは目剣になっちゃうんですけど、なるべく手に対してまっすぐなるように位置を出してあげます。でネジを打つ場所にマーキングをマジックでやっていく感じですね。マジックを打っていきます。ここだけマジックが届かないんで、まあ、なんか先端が尖ったもので印をちょっとつけて、後からそこの印に点を打てばいいかなと思います、はい、ドリルを打つ位置に今これマジックで点が打たれたんですね。これが振動子のネジを打つ5点のマーキングです。あとはこのケーブルが抜ける穴を開けてあげないといけないですね。これを合わせるとここら辺にホールソーで穴を開けてないといけないですね。電動ドリルの、先をホールソーにして穴を開けます。なのでケーブルを通すための穴の中央にもマーキングを打っておきます。そうしますと今こんな感じになりました。ネジ穴が 1,2,3,4,5、 そしてここがケーブルを通る穴の中央 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 ここに穴を開けていきます。はい、ということでこの穴を開けていくんですけれども、このネジ4ミリネジです。インチネジとかではなくて普通の日本で手に入る4ミリのステンレスネジが入ります。4ミリネジ 1,2,3,4,5 5点穴開けるわけですけれども、これ4ミリでもろ開けちゃうと、これ最後ここにこう置いて中からネジを入れていく上で隙間がなさすぎて 0.0コンマ何ミリ穴がずれてただけでネジが入らなくなっちゃうんですね。なので若干余裕を持たせて5ミリのドリルで穴を開けます。ネジは4ミリなんですけど穴は5ミリで開けた方が作業がしやすいです。これが結構注意点ですね。先ほどマーキングした場所に穴を開けていきます。はい、今ここに5点穴が開きました。あとはここにケーブルが通る大きい穴を開けないといけないですね。ケーブルを通す穴なんですけどホールソーを使います。先ほどの、ね、電動ドリルの先にホールソーをつけてます。これが僕が使ってるのは 33mm、 あんまり大きくてこのネジ穴まで触っちゃうと非常にまずい、振動子の幅を超えちゃうとまずい、振動子の幅を超えないでネジ穴にも触れない大きさのホールソーだったらまあ何でもいいんですけど、あんまりちっちゃいとケーブルが入りきらないです。このケーブルがちょっとこう斜めを向いてるんでちょっと大きめに開けてあげないとこのケーブルが収まらないですね。はい、ここでまた補足でございます。今 33mm のホールソーを使うって言ったのは GT20 の振動子の話です。これがまた違うサイズの振動子になるともっとちっちゃいホールソーでいいっていう振動子もあるので GT20 の人は今の参考にしていただければと思うんですが、
GT21 とか GT40 とか GT41 とか、それぞれちゃんと自分の振動子で測ってホール走の径決めてください。ここちょっと注意です、すいません。先ほどつけたマーキングにホール走で穴を開けます。これで下準備は完了です。はい、ということでいよいよ振動子をくぐらせて取り付けていくんですけど、ここ水に浸かるんで、コーキングが必要になるんですね。なのでウェットティッシュ、アルコールのウェットティッシュでちょっと綺麗にしてあげて、かつちょっと脱脂、油分を取ってあげると。振動子の方も拭いてあげて、乾いたティッシュで水分拭き取っちゃいます。脱脂を終えたらこのケーブルを先にある程度通しておきます。ケーブルが異常に長いです。カヤックではこんなに長さいらないんですが、もうこれ最初からこうなってますんで、中で束ねとけばいいですよね。やっぱこうなるわけですね。ここからシリコンコーキングを塗っていきます。ここ水に浸かるんでコーキング剤が必要になるんですね。で、まあ、例えば水が漏れてしまっても火薬本体には入らないんですね。ボックス独立してる。ただたっぷり塗るんで、まあ水は入らないです。ネジ山周りはまあ当然塗るとして、あとはこの振動子側にもたっぷりと、後からはみ出たら拭けばいいんで、水が入る方が嫌なんで後から拭き取るつもりでたっぷり塗っときます。そしてこいつをカポッと、でここからが結構大変なんです。今度はこいつを裏返しまして、はい、ちょっと見えにくいですが、これが内部です。コンソールハッチの内部で今振動子のケーブル通してきて穴が開いていて、あそこに5点ネジの穴が開いてるんですね。ここからが結構大変です。このネジにブラインドでネジを打っていかなきゃいけないですね。ちょっとネジ穴を手探りで探しながら、で使うネジは4ミリの4ミリ10ですね。これ M410 っていうネジです。ステンレスのネジ。はい、たびたびすいません、補足で申し訳ないです。今 M410 のネジを使うと言ったんですけど、 M4 っていうのはね基本変わらないと思うんですけど、 GT20 だと M410 のネジでぴったりちゃんと奥まで入るんですよ。だから振動子によっては M410 だとちょっと深さがね足りなくて余る可能性があるみたいなんです。どうやらその場合ワッシャーをね2枚ぐらい入れて調整しなきゃいけない可能性があります。取り付ける前にネジを1回入れてみて、あれ結構余っちゃってるなって感じだったら、ちょっとワッシャーで調節してください。こいつを手を入れてネジ山を探し当てないとネジが入らないんで、これが相当大変だと思います。ただ重要なんで、これやらなければいけません。これが結構手探りだと当たらないんで、最初はちょっと横にして、最初の 1,2 点は振動子を持って手から手を内側に入れて、まず1点2点決めちゃえば、あとはもう位置が出てくると思います。ネジを内側から入れて、こっちのネジ穴を当ててドライバーで回すと。この時に4ミリジャストの穴だとちょっとのズレでもうネジが入っていかないんで、なので5ミリの穴を開けてるんですね。
とりあえず今5点ネジの頭が入ったんでドライバーで締め付けていきましょう。5点とも締め付けちゃいます。こんな感じで今5点ネジがしっかり止まったんですね。これでもう吊るされて振動車落ちないと。でここから仕上げに入ってきます。シリコンコーキングがちょっとね今作業で至る所にくっついてるんですよね。至る所にくっついてる。で振動車側はめちゃめちゃはみ出てる、めちゃめちゃはみ出てる。これをきれいに拭き取っていきます。この時にウェットティッシュ、アルコールのウェットティッシュがあるときれいに拭き取れます。はみ出たシリコンコーキングを拭き取ってきれいにしていきます。アルコールのウェットティッシュがあるとすごくきれいに拭き取れますね。シリコンコーキングが柔らかいうちにやらないと固まってしまいます。アルコールのウェットティッシュが有効です。はみ出たシリコンコーキング若干余白を残しつつ拭き取っていくと、こんな感じでいいんじゃないかなと思います。じゃあ内部仕上げていきましょう。で作業中にこのコード類にくっついたシリコンコーキングとかもちょっと拭いておきましょう。でこのケーブルの穴ですね、ここの周りちょっと大きい穴が開いてるんで、ここは逆にシリコンを持っておきます。シリコンを持ってちょっと指で整えていきましょう。はい、できました。これ内部5点のネジが止まってケーブルの穴はシリコンコーキングで塞いだっていう形になってます。これでシリコンコーキングが乾くまでおよそ1日放置して、いよいよこの後この上に除炭をマウントしていきます。今日はねピンポイントでマニアックな内容でございましたが、シノビプロのボックスにこれで魚群探知機の振動子インストールできました。ガーミンの振動子であれば、まあ機種によってネジのね数が違うとか、先ほど言ったようにケーブル通してくる穴のホール層の径が違うとかはちょっとあるとは思うので、そこら辺は確認していただきたいんですが、手順としてはおおむねこんな感じでいいと思います。作業時間としては大体30分からじっくりやっても1時間ぐらいだとは思うんですが、やっぱりこうして自分で手を入れて作っていったものっていうのはなんかねこう愛着が湧くんですよね。偽装で楽しいですよね。冬の間やっぱこういう偽装で楽しんでいくの一つかなと思います。シノビプロこれからご購入の方とか、ぜひ参考にしていただければなと思います。来週はいよいよこのシリコンコーキング1日放置して乾いて、このケーブルを今度上に通してきて魚群探知機をこのボックスの上につけるっていう作業に入っていきたいなと思います。ということで今日はもう23、4分になってますよね。この辺りでお別れさせていただきます。まあ、コロナウイルス今緊急事態宣言下の県の方も多いと思います。弊社なる千葉県もコロナウイルス緊急事態宣言下という形で、コロナウイルスというのはやっぱ未知のウイルスでどんなに気をつけてでもかかっちゃうっていうねことがあるとは思うんですけれども、私もなるべく気をつけてまいります。皆さんもぜひお気をつけて、来週またこの YouTube でお会いできることを楽しみにしております。今日も長々といつもながらもう前置きが長いなと思うんですけれども、長い放送を最後までご視聴いただいた方本当にありがとうございます。また来週お会いしましょう。